2022年5月19日、突如としてこのような書き込みがなされた。長くなります。私は30代前半、お見合いで婚約中のものです。夏には入籍予定なのですが、最近彼の理想を押し付けてくるところに不安を抱くようになりました。彼は40代半ばで一見穏やかで優しいところに惹かれて交際を開始し、婚約に至りました。婚約時に言われたことがいくつか引っかかっています。1、子供が生まれたら、何があっても自分に反論しないでほしい。たとえ反対でも、そうだね、と飲み込んでほしい。2、喧嘩はしたくない。自分が引きずってしまう性格だからとのこと、ので、とにかく穏やかにしていてほしい。3、自分の母親は一切食事に手を抜くことなく、愛情たっぷりの手作り料理ばかりが並ぶ食卓だったので、外食などもなしで、3食きちんと家庭的なものを準備してほしい。4、極力既製品などを買わず、手作りできるものは勉強して作ってほしい。5、夜の生活は少なくとも週3回は応じてほしい。6、女性らしくしていてほしい。大声や大笑いは嫌、ショートヘアは嫌、ロゴ T シャツは嫌、綿の下着は嫌など。例を挙げればこんな感じなのですが、これまで彼はあまり女性との付き合いがなく、女性の理想が高いように感じます。とにかくいつも言われるのは、穏やかに女性らしく家庭的でいてほしい。と。子供も急いで3人は産んでほしいなと言われています。女性の年齢が高くなると不妊率が高くなってしまう。と、まるで女性のせいで不妊になると言わんばかりなんです。今までは彼からの論破攻撃が嫌で黙っていましたが、このままでは不安なので、一度自分の気持ちをぶつけて話し合いをしてみようと思いました。それでダメなら破談も視野に入れています。この年で婚約解消は辛いですが、そこで、皆さんならどのように話し合いますか？また、私が感じた不安はただのマリッジブルーで、結婚生活をする上では飲み込まなければならないことでしょうか？どんな意見でも構いませんのでアドバイスお願いいたします。長々と読んでいただきありがとうございました。1、子育ては丸投げするが、教育方針は俺に一切反論禁止。2、どんなに気に食わないことがあってもお前は穏やかでいろ。3、妊娠時、出産直後だろうがきっちり手作り3食飯作れ。4、文明の恩恵に背を向けて時代に逆行しろ。5、俺がやりたい時は必ず応じろ、異論は認めない。6、お前に服装選択の自由はない。わかりやすすぎるモラハラ地雷満載男でしょこれ。ド M でもない限りやめといた方がいいよ。やめとき。何が何でもやめとき。それだけたくさんの要求をしてくる代わりにその人はあなたに特別何をしてくれるのか提案してきたの？相手に要求してくるだけなの？それは結婚じゃなくて奴隷契約をしろってことだよね。これから死ぬまでの半世紀近く我慢することを考えたら、この年齢でも婚約解消の辛さの方がはるかに小さいと思わない？そういえばお見合いなら仲人や仲介の人がいるよね。その6つだけじゃなく他にもありそうの要求やこの男の異常性はその人も知っているのかな？結婚相談所とかなら男が出禁になるくらいひどい後出しだよ。でも騙し討ちで結婚後に言い出したとかじゃなく今の段階で言ってるってことは、この男は何ら悪いことをしているとは思ってない、すでこれということ。悪意持ってる男よりなお立ちが悪い。40代半ばで10歳ほども年下の女性に条件つけられる立場だという勘違いも恐ろしい。不妊に関しても認識がおかしいし本当にずれた人間だと思う。一見穏やかで優しい、というのは裏を返せば感情が乏しい、他人に興味がなく社会性もないということだよ。皆様ありがとうございます。こんなにたくさんレスがつくとは思っておらず、大変恐縮です。ありがとうございます。今週土曜日に話し合うことにしました。皆様からのご意見、アドバイスを踏まえて話してみようと思っています。私は一番に、子供が生まれたら反論しないでと喧嘩をしたくないから穏やかでいてと言われる部分に大きな疑問と不安を持っていました。妊娠や子育てが始まったらなかなか穏やかでいられないこともある気がします。彼は、自分の母親は父親に反論を一切しなかった。父親が一番偉いんだということを自分の子供にも伝えなければならない。と言っていました。正直、時代錯誤だな。と感じていました。あと実は私、少し前に肩くらいのボブからショートヘアにしてしまって。それで彼が、なぜショートにしたのか理由を述べて、やはり女性はロングヘアで女性らしくありべきではないかな？と言われて、事前に申告しないのはルール違反だし、夫婦としてやっていくのが不安だ。と言われました。夫婦にプライバシーはないんだよ。と。それからずっとウィッグをかぶって会っていたんですけど、今度の土曜日はありのままで行ってきます。
また報告できればと思っていますので、よかったら見てください。長い文章を読んでいただきありがとうございました。話し合いはあるみよれる場合だけ。そういう余地があるってこと？その人無理だよ。なぜショートにしたのか理由を述べて、やはり女性はロングヘアで女性らしくありべきではないかな。対象から昭和初期のモダンガールに対する悪口そのもの。その人令和にタイムスリップしてきた。話し合いではなく、話し合いを口実に会話を録音して証拠を残すって考えに切り替えては。他の人も言ってるけど、会話は第三者がいるところであってね。ウィークでないあなたを受け入れられないだろうから波乱は円満にできるんじゃないかと思う。ちなみにお相撲さんは全員ロングヘアーだけど誰も女らしくないよ。言葉に詰まったらすべて、令和の今の時代にそんなとこ言うのはどうなのかな？自分でおかしいとは思わない？と全部質問開始しとけ。あとは鼻ほじほじしてみるとか、それで向こうが慰謝料払え。とかも言わず去ってくれたらラッキーじゃん。もはやホラー小説を読んでるみたい。ちゃんと人見て奴隷にしてるんだろうなと思ってしまうとうっさむい。普通の感覚なら髪の毛切ったくらいで文句言ってくるやつ、男でも女でも、即縁切りしたくなるんでは？桁が広いというか鈍感というのかは微妙なところだけど、話し合いにすらならないんじゃないかと邪推してしまう。かなり非常識な要求してくる相手にすらこんな感じなら、結婚しても案外幸せでいられたりして。3日後、一致です。昨日話し合ってきました。皆様からのアドバイスに背中を押されて頑張ってきました。とにかく私は自分には自信がないので条件に合う方を探してくださいと淡々とお伝えしました。彼から5時間説得されました。特に1の反論はしないでほしいと2の喧嘩はしたくないから穏やかにについては、絶対に自分の意見は間違っていない。と。帰宅後、彼からびっくりするくらい長文メールが届いてました。お見合いの時と随分印象が違いました。いや。あなたは人の気持ちがわからない欠落した人間。といった私の人格を否定する内容がずらーっと。全部読むのに一苦労でした。最後に、もうあなたの言い分を聞くのはうんざり、もう連絡も結構。今まで差し上げたもの、本やお菓子など、は返却不要。と書いてあったので、ムカつきましたがほっとしました。が、その下に。ですが、やはりこの年齢になり子供を出産してくれる女性、と考えたらもう一度あなたと向き合ってみようと思います。もっと話し合いましょう。と書いてありました。正直ドン引きしてます。ごめんなさい。ここまで人格否定しておいて、向き合いたいとは。すぐに相談所に連絡を入れましたが、やはり成婚大会が成立しているので、あとは当事者間で話し合ってくださいと言われました。担当の方も、あんなに誠実そうな方だったのに信じられないわね。と困惑されてました。まだしばらく戦いは続きそうですが、ここで皆様にアドバイスいただいて目が覚めました。私独身でいいです。笑い。ありがとうございました。また相談するかもしれません。その時はよろしくお願いします。お疲れ様です。すごい婚約者さんですね。ご時間。私なら途中で帰っちゃう。というか、この彼は子供産んでくれる人なら誰でも良さそう。子育てはしない。婚約が成立しているなら、もう一層親も巻き込んでお断りするとかできないのでしょうか。これはあくまで推測なのですが、彼の話を聞いてしまうというのが気に入られている原因ではないですか。それが1の条件に当てはまっている気がしてなりません。2の条件も結局は、自分の言うことが絶対、なので、本質は1と同じです。第三者を交えて彼の言うことにしっかり反論して、彼にペースを取られないよう話を進められると少しは違うかもしれません。状況によっては起こる、不機嫌そうにするふりとかも彼には効きそうかも。しばらく戦いが続くとのことで、ぜひ英気を養って自分のために強くなってくださいね。お疲れ様でした。弁護士を雇ってきっちり別れること、私も押すわ。おそらく彼はものすごく自信がない人なのだろうと思う。だから自分が傷つかないようにものすごい予防線を張った結果がそれだったのだろうと思うよ。これから俗に言う、女に捨てられる、という一般的に傷つくことをしようとしているわけなので、すごく抵抗すると困しょう。だから、彼があなたを傷つけてでも自分が傷つかないように行動しても大丈夫なように、あなたも予防線を張って行動した方がいいと思う。何もなければ御の字だしね。お見合いって結婚相談所のことだったのか。相談所の成婚大会って婚約したら大会になるはずだから。婚約時に言われた一記録を相談所に報告相談せずに婚約受けてして大会しちゃったのか。それは悪手だったな。まあそんなに大した額にはならないだろうし弁護士挟んで慰謝料払ってさっさと終わりにできたらいいよな。
ああ、そうか。だからもっと話し合いましょうとか言ってるのか。これまではスレミンへのレスのように、婚約時の会話の時点で確実に振られてたのが、今回は生地婚約までこぎつけたのと。結婚や子供と考えると自分の年齢は厳しいって頭はあるんだなとゲスパー。お疲れ様。このまま結婚しちゃうんやって心配してたから逃げられそうでよかった。あなたは人の気持ちがわからない欠落した人間。っていうのはまんま自己紹介だから気にしないようにね。こういう人は生まれつき心の理論というものがないんだよ。やっぱり結婚相談所案件だったのか。その男が再登録できないようにしてくれたらいいんだけどね。家の場所は縛られてるのかな。この手の人は一度気に入ったものに対する執着が激しい場合もあり、アプローチの仕方も普通の人と違うことがあるよ。バラの花束持って復縁要請しに来たり、無理やりバチチに来たりするかもだから身辺に気をつけて。婚約してるのなら親同士の話にもしなくちゃだね。お疲れ様、頑張って。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。